エゼルレッド二世は、イングランド王。エゼルレッド無資料、エゼルレッド無作王とも称される。エドガー平和王とその妻エルフリーダ・オブ・デボンの子。978年、兄のエドワード準教王が暗殺されたため10歳で、王位についた。エゼルレッドは、その知性を通じて絶えず、レーン人の侵入に苦しめられた。レン人が侵入する度イングランドは、 デーンゲルドと称される大巨量を支払ってきた。これは一時的な平和には寄与したものの、度重なる支払いで、イングランド財政には大きな負担となった。エゼルレッドは、デーン人ンがノルマンディーを拠点として、イングランドに攻撃を仕掛けることを恐れた。そのため、ノルマンディー公国と友好関係の樹立を図り、ノルマンディー公リシャール一世の娘エマと結婚した。 また、エゼルレッドはデーエン人ンに対する懸念から、国内のデーエン人ンを虐殺した。このことは、当時のデンマークをすベに一世の反発を招き、デーエン人ンの侵入を激化させることになった。イングランドの国内勢力をまとめ上げることもかなわず、つい2013年、デーエン人ンの攻撃に駆使して、隕石関係にあったノルマンディーへの亡命を、余儀なくされた。こうして、 スベン一世にイングランド王位を奪われたが、翌1014年にスベン一世が救世した。そのため、エゼルレッドはイングランドに帰国して、福井を果たした。しかし、デイエンジンのカヌートがイングランド遠征を引き継いだため、引き続きデイエンジンとの攻防は続いた。だが、1015年には三代の国王に仕えて、デイエンゲルド政策推進の中心人物であった。 重心、エアドリッがカヌートに内容して離反してしまう。これによって、イングランド側は苦境に立たされる。こうした状況の中、生涯を通じて、デエンジンと争ったエゼルレッドは、1016年に、病没した。その後、エゼルレッドの息子エドマンド2世が王位を継承した。しかし、間もなく、エドマンドも死去したため、デエンジンのカヌートが、 イングランドの王位につくことになる。エゼルレッドは、急戦とポール大聖堂に埋葬されたが、その墓は1666年のロンドン大火で、聖堂と共に消失した。なお、エゼルレッドは1010 10年に直令を発布し、教会が、十分の一税の徴収額の三分の一を、貧民救済のために支出することを命じた。薬師院西によると、これは、 ヘンリーパッセイ及びエリザベス一世の旧品制度の起源とも言われる。マンクス金華に描かれたエゼルレッド二世の肖像でエンジンに国を奪われたために後世、無史料王と呼ばれ、歴代のイングランド王の中でもジョン王と並ぶアン君と言われ続けた。一方で、同時期の古文書の研究の進展とともにエゼルレッド王の知性において初めて文書による 行政運営が行われたことや、法典編纂などが進められたことが分かり、その後のイングランドの政治の藩となった要素も少なく、ないことが知られてきた。最初に、ノーサンブリア博、トレドの娘エルフギフ・オブ・ヨークと結婚した。エルフギフは1002年に死去した。1002年、ノルマンディー・コーリー・シャール一世の娘エンマと結婚した。ありがとうございます。